村下州、またはマラッカ州は、マレーシアの州の一つである。マレー半島西海岸南部に位置し、州とは村下である。飛び地を一つ有しており、隣のぬぐりスンビラン州のポートディクソンの南にある、単純トゥアン岬は、村下、州の飛び地となっている。村下、州の住民の大半は、マレー人やカ人だが、ポルトガル人とマレー人の根結の子孫がおり、彼らは、 今でもポルトガル語の方言を話し、カトリック信仰を持つ。また、中華系、インド系も、独自の民族を構成する。スマトラ島のパレンバンの王子パラメスワラが1396年頃、マラッカ王国を建国した。彼は、パレンバンを統治していたシュリービジャヤ王国の内乱に、乗じて、独立を企てたが失敗。テマセックに逃亡。王を殺し、王座についたがタイに追われ。 ジョホールからマラッカへ退避した後建国する。名前の由来は、木の下で休んでいたところソロクが猟犬を蹴飛ばすところを目撃、休んでいた木の名前を取ったという説が一般的。マラッカ王国は1414 14年頃イスラム化し、高新量の東西貿易における重要な中傾向として繁栄を極めた。1405年には、民の英羅組門より命を受け、 遠く、アフリカ大陸まで大遠征を行った帝徳、帝和の艦隊もマラッカに初寄港している。マラッカ王朝は超高貿易を通じ、民国との同盟を強固し、北の大国シャム、南のアチェからの脅威を牽制していた。1511年、ポルトガルのインド総督、アホンソでアルブケル家が征服し、東南アジアにおけるポルトガル海上帝国の拠点とした。 ポルトガル時代には、要塞やキリスト教会が建設され、司令官が常駐していた。イエズス会のフランシスコザビエルはここから、東アジア不況に出発している。1641年、オランダ東インド会社が、ジョホールのスルタンの援助を得て、マラッカを占領した。オランダの東南アジアにおける拠点は、ジャワ島のバタビアであったので、マラッカは、マレー半島で産するスズなどを輸出する。 地方港に転落した。1824年のエラン協約でスマトラ島のイギリス植民地と交換にイギリス二条とされた。その際、マラッカ海峡より西側はオランダ領、東側は英国領と定められた。1826年、イギリスのトーマス・ラッフルズはペナンやシンガポールと共にマレー半島全域に英領植民地を成立させたが、 近代港シンガポールの台頭が著しく、マラッカの港湾機能は衰退した。1941年12月から3年8ヶ月に渡る太平洋戦争下はイギリスに代わり、日本軍に占領された。終戦後の1945年、イギリスが再び植民地としたが、独立の機運が高まり、1948年にイギリス保護領下でマラヤ連邦が成立。 1957年8月31日に完全独立を遂げる。これに先立ち1956年2月20日、トゥンク・アブドゥル・ラーマン・マラヤ連邦首相がマラヤ連邦の独立宣言を行ったのはこのマラッカである。1989年4月15日、マラッカは歴史的な都市と宣言された。2008年7月7日以来ユネスコ世界遺産に登録されている。 2010年10月20日、マラッカが経済協力開発機構が定めた先進国の基準を満たし、プログレッシブマラッカ2010の宣言が行われたことを発表するためのイベントが開催された。ミレニアム開発目標レポート2015で報告されているように、州の住民はよく教育を受けており、青少年指揮自立は99.5%である。2016年、 マラッカはマレーシアで最も安全な場所となった。周犯罪率は2016年には3663件が記録されたのに対し、2017年に15.5%低下し、3096件となった。2018年7月26日に公表されたステートソチオコナミックレポート2017によると、マラッカは2017年に、 最も低い失業率を記録した州であり、わずか1.0%であった。マラッカはダイエットで有名で、その一つは、ニョニャ料理である。マラッカの麺料理、ニョニャミーシャムは、クーリーストリートサテーワールドストリートフードコンファレンス2017で、世界のトップ50料理の一つに選ばれた。マラッカのプライベートヘルスケアサービスは、インドネシアやシンガポールのような遠方からの患者を、 引き付けている。クラウン病院、アジェールケロービーチ病院、プートラ病院は国家レベルで高度なサービスを提供している3つの主要な民間病院である。州政府はプトラ病院の主要株主である。メラカマニパルメディカルカレッジは1993年インドの総理大臣とマレーシア首相によって設立された。ヨンカストリート近年、マラッカは 数々の国際的な賞賛を受けている。ホーブスやロンリープラネットをはじめとするいくつかの出版物にはアジアの旅行先や世界で最も人気のある旅行先としてリストされている。また、マラッカはトリップデバイザーによってマレーシアで10のベストデスティネーションの一つに選ばれた。マゼアプリはマラッカをドライブする最優秀と師匠に認定した。世界的に見ると 歴史的な都市は、シドニー、リスボン、バルセロナのような他の主要都市よりも上にランク付け、されている。この都市は、ハフポストによって15の、ベストストリートアート式としても認められている。また、タイム氏は、リタイア後に生活する最高の場所の一つとして、マラッカを挙げた、クレバングビーチ、モートン村ババニョニャヘリテージミュージアムカンプン、フールーモスク。ありがとうございます。